ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青を始めていきたいと思います。2週ありますね。今回は練習試合で済ませたいと思います。さあ、課題はいただきますからね。これはもう2点目入りましたね。緑3点目。そのまま試合終了です。3点目ですね。
ライズは負けてますね。ということで、まず2試合いきましょう。スカビア7戦まあ点数が入っていない。あ、もう終わりそうですね。結局点を取ることができません。研究だけなんですね。剣吹き、剣吹き。さあ残りがですね、あと何節か。現在の順位表4位です。首位いますよ、大阪からは2点差。ウルダード、欧州とぶつかります。これ勝てれば一気に首位争いもあるんじゃないでしょうか。3チーム
29.7 で並んでまして、2点差で追っている格好ですね。そう、エルラード欧州戦非常に重要な試合になるので、ここはしっかり、勝っておきたいところです。引き続き応援よろしくお願いします。カルチョビットはですね、今まで遊んだ記録プレイリストに載っけております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。そして、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。